はいどうも、タクタクです。本日はルパン一味三体編成でこちら、グレンモユルは猛獣の悪アシュラ究極に挑みたいと思います。ルパンのね、変装で適正キャラになるというそういう実況ですけど、これで3回目。さあ、集大成とも言えるアシュラ挑みたいと思います。フレンドの選択からいきましょう。いけルパン一味、勝てる。そう信じている。これで上に行きたいんだよね、最初。上に行こう。はいはいはい。ちょっと微妙なとこ。微妙なとこ入った。これで。よいしょ。オッケー。短距離拡散当たるか。当たんない、オッケー。で、これで、2体に当てようと思うと、失敗しそうだから、はい。おぉ、1体かな。なんかいっぱい当たったように見えたけど。先に上のね、なんだっけこれ。牛さんを倒さないと。なんだっけ。名前が忘れた。おぉい。すごいね。こんだけ、エナジーサークル出ると圧巻っすね。上から倒してみましょう。よっ。おぉ、気持ちいい。気持ちいいぐらい出るね。あ、なんか、よく見たら、下の一体が、倒せてるの。たまたまだけど。いけ！あー、そっか。エナジーサークル届いてんだ。意外と広いな。上からでも、届く感じだ。ここはどうだろう。届いてんのか。届く人もいれば。取れないかな、ハート。ハートを取りたい。てか下に行けないと思う。いやー、あそこの浅いとこから行ったことがないよ、マジで。ハートが取りたいんだけど。ハートが取れる角度が思いつかない。よっ。あー、取れずじまいかな、これ。下のルパンまで回を回せる。よっ、ハートを取れるはず。よし、取ろう。取って、次はちょっと入る。位置的にもいいんだよね、これ今いる ルパンのいる今の位置。これ何気に次がアシュラだから、あ、みんなこうブロックの外側にいるからかわしやすいんじゃないか。結構いい配置になった結果。ほら、結構いいね。あ、しかもこれ赤鬼の間に入れることはない。入れる感じ。いけ、入れ。おお、倒した。オッケー。ガイドがついてるとやりやすい。ここは、あ、ここも倒せるか。倒せっか。倒せ、倒してしまえ。おお、順調。ガイドついてると便利だな。ここも倒せちゃう、もしかして。お、倒せちゃえそうだぞ。倒してしまえ。おお、順調すぎて怖いくらい。上の鬼はいいか。上の鬼は無視しよう。上の鬼は無視しよう。ここは短距離拡散弾が当たんない位置に避難しておく。よしよしよし、完璧すぎる、完璧すぎる。こんなに今まで完璧になったことはない。さあ、行ってみようか。おお、悪くないね、悪くない。この次のルパンが、うわー、むずい、むずい。間に、ほら。あ、入れないか。あ、まあ、もういいか。入れない。入れ！入れ、あー、はい。だけど、なんか微妙だな。剣心はこれ横でしょ。横で、うまくいけ！よっしゃー！美味しい。
で、ストライクショットが溜まったから、これで剣心に変身しよう。いけ。人生を楽しむコツはどれだけ深いと考えられるかなんだ。いいですね。剣心に今のうちに変装しておこうかなって思ったんだけど、よく考えて次アスラなんだよな。アスラどうなんだろう。わかんないや。変装しようか。アスラどうだったっけ。アスラはね、人生を楽しむコツはどれだけ反射の方が倒しやすいは倒しやすい。でもオール剣心をちょっと一回やってみようと。オール剣心、オール剣心フェス、人生を楽しむコツはどれだけ、オール剣心フェスをちょっとやってみよう。おーすごい圧巻、オール上杉剣心。ちょっと俺これやりたかったんで一回。あ、違う、次アスラじゃなかった。うわー恥ずかしい、恥ずかピー、これ恥ずかピーね。ちょっとワンステージ勘違いしてました。ありがちな罠だよ。ありがちな罠に、勘違いしてた、完全に勘違いだな。あ、1大丈夫、これクロスレーザーとか。あーちょっと痛かった、今のは痛かった、今のは痛かったわー。まあまあ、ちょっとハート出てくれ。そんなことよりハート頼む、ハートが欲しいよー。あれ、あ、危ない、ハートくれ、ハートください。あーちょっとマジか、ハート出ないとやばいやつ。あーよーくだ、あーちょっとやばいやばいやばい、大丈夫大丈夫、生きてろ。あー怖え、ハートちっちゃえちっちゃえな、ちっちゃいけど取らないとやられてしまう。ちょっとハートもう一回出ろ。あー、アルファンが溶けちゃった。あ、キーハート持ってる。いや、もうどうなるかと思った。これもう、次々にルパンになってくやん。ルパンになるでしょ？ほら。オール上杉剣心の期間短かったな。短かった。あ、待って。次のルパン超いい場所にいるんだけど。これもうちょっとずらしてあげようか。もうちょっとずらしてあげようか。いや、なんか触んない方が良さそうな気も。あー触んない方が良かったかな、どうかな、正解が分かんなかったけど、ちょっと左下にいたくないからね、ショット感が来るから。昇竜拳のように左のルパンからかな。あ、ここからだ。入れっかな。ちょ、入りたい。このシールドとアスラの間に入りたい。この角度で見よう。いけ！ OK！ 入ったー！決まったー！ゴール！これ決まると気持ちいいんだよね。ちょっとずらしてよかったわ。多分あそこだと入れてなかったと思う。で、上に行けばいいんでしょ？どのルパン？どのルパン？このルパン？うわー、微妙。戻ってきちゃい。一回バウンドさせて上に行くか。いけ、一回跳ねて、よしよし、あー戻ってくる、そこそこそこ、オーケー。このルパンだ問題は、こいつ無理じゃね。これでもう一回バウンドで行こう。いけ、バウンドして上に、オーケー、あー戻ってくる。おー、いいぞ、今のところ大成功、みんな大成功で、上杉もそんなもんか。よいしょ、戻ってくるんだよ、よし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 。いや、ちょっとこのルパンはちょっといける自信がないけど、一旦これで試してみよう。おー戻ってこなくていいのに、当たってない。でもよし、完璧完璧な試合運びだ。一瞬録画ボタンを押してるよなっていう
結構あまりにもいい試合運びだったから録画ボタンを押してないんじゃないこれっていう試合ではないんだけどこう不安になってうまくいきすぎている何かの罠じゃないかえいっアスラを早く倒したいな邪魔くさいなアスラを処理しよう本当は剣士にもなりたいんだ剣士になれる余裕がない倒せないんかーいこいつで倒そうあと5ターン以内に倒さないとやばいあと5ターンの猶予しかないちょっとみんな本当本気出してくれ本気は出してるがこれでカートを取るかいや待てカートなんか取ってる場合じゃないいけ取れた取ってる場合だったうわー微妙ナイチ一回弱点に触れるぐらいでいや待って倒せっかな倒せる信じよう信じていこうよしいけるべさすがにちょっと今怖かったなこれでシールで反射させて当たりよしよしよし危ないまだ戦い足りぬわちょっと今ギリギリだったねちょっと上杉に早く変装しないとちょっと厳しいかもしれないルパンだけのダメージだとうわー上に避難もしなきゃいけないしストライクショットを使っちゃうかもしれないここで本当は上に逃げたいけど逃げられる上杉になりつつ逃げろ人生を楽しむコツはどれだけオッケー完璧上杉になりつついや下のルパンたちがもう絶望感絶望感だけどまあ試そうこれでいこうよっしゃー持ってるーで上杉謙信はもうおとなしくこれでよいしょこれどこだったっけななんか下でも回避できそうな場所ってなかったっけないかそんなとこないかこれでこれでなんとか奇跡が起きろ上に上に上にそのままあでもちょっと大丈夫これちょっとしか当たってないからちょっと大丈夫でこれはルパン剣心だけどあー弱点に一回当たるくらいかなよいしょよし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 意外とねいいですよまだなんとかなりますここで剣心になろうよいしょ人生を楽しむコツは意外と意外と順調かもあ取って OK!いいね、このタイミングで取れたら問題ないで、剣心でここは往復しようこれで突破はできないけど、かなりいい感じになるでしょう。いけーあー、100削った、OK どうしようかな偽物の剣心にしか当たんないんだよこれでダメージ入んないんだよねこれはこう弱点に1回か上がればああそのまま弱点狙えなかったあと4ターン4ターンあればいけるでしょういけやばいやばいやばいちょっと怖いな怖くなってきたこれでしろおやばいやばいやばいあと2ターン怖いよ怖すぎるこれルパンなんだよな下にいるのはどれが本物かわかんねえどれが本物これで突破しないとやばい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 これで突破しないと突破できるなこれ突破できっかなちょっと突破これで抜けろ
あー終わった。マジか。火力不足なのかな。はい、というわけでちょっとアシュラ行きましたけど、わちょっとなんか行けそうで行けなかったね。なんだろうな、火力不足なのかな。ちょっと上杉謙信のコピーをするタイミングが分かんない、まだ。はい、もうちょっと研究したらいけるような気がするけど、これはちょっとリベンジしましょう。アシュラは、はい、ちょっと教えてくれ、あのコメントでちょっと厳しいな。ルパン3体、1体ならちょうどいいんですよね。運極枠としていいんだけど、ちょっとルパン3体やな。ストライクショットがコピーだからあんまりなんだよね。やばい時に何か突破できないっていう、ちょっとまた考えます。はい、ご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。ではまた。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はいかがでしたか。よろしければコメントで感想を教えてください。あとチャンネル登録はお済みですか。チャンネル登録をしておくと最新動画や過去動画が探しやすくなりますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。パソコンの方はこちらのボタンをクリック、スマートフォンの方はこちらをタップしてみてください。 Twitter とニコ生とかもやってますので、興味があればチェックしてみてね。チャンネル登録してくれないとお仕置きだべー。